ヘヘでーす。マイダンです。ヘヘとマイダンチャンネルでーす。ラジャベ。なぜミッションやらなければならないのか。あ、こちら。めちゃくちゃ人いる。クリアでございます。行ってみましょう。レッツゴー。さあ、はい。ミッション。初見のような食レポ。意味わかんねえってこれ。意味わかんねえって。まあ、食レポしてこい。でもいいなと思ったんですけど、はい、ただただ食レポすんのもさ、なんかこんな、まあ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 、なんかね、この美味しいパスタをとか言うのじゃなく、はい、初見っぽく、まるで、なんだこの食べ物はと。私もう、わかるじゃん、もう YouTube 始めて、はい、普通の食レポができない人になんでもう一個難易度上げちゃう。いやいやいや、もうお前はほらだってなんか、なんでもできるよみたいなスタンスでいるじゃんか。いや、それは平均点は出せるけども、いや、俺は今までお前が平均点取ってるの一回見たことないんで、赤点しか見たことないから赤点しか取ってないのに、お前なんか窓際で、僕勉強大好きなんでみたいな顔してるから、いやいや、お前赤点だぜっていう。だから噂によると、ごく一部のこれを見てくれてる後輩たちはこの YouTube のこと真剣ゼミって呼んでるらしいからね平均点取れるようにするっていう赤点、はい、どんなものになるのか、はい、はい、ちょっと楽しみでございます、ね、それこそ一味変わったような、はいはい、ミッションではございました。よっしゃ、見てみようよ。見てみてください。初見で食レポです。お願いします。どうぞ。はい、フェフェでーす。というわけで、日付変わりまして、本日は東京ディズニーランドの方へやってきております。いつから？さあ、というわけで、昨日に引き続き、本日はまた別のミッションが届いているようなので、そちらのミッションが寒いこちらです。初見のように食レポ。はい、どういう意味？初見のように食レポ、で知らない体で食べればいいってことかな。そうだね、初見。どういうミッション？この昨日のミッションは知識10個言うとか、僕のこと試す感があったから分かったんですけど、初見のように食レポ、まあまあまあ、とりあえずやってみますか、うん、とりあえずね。なんで戻すの、マスク金目こいつマジで。初見のように食レポ、腹立つわ。見てみましょう。テレビのロケでも同じことすんのかよ。こちら外すのかよ、マスク買ってきたんですけども、始まってます。みんな持ってる棒があったんで、これちょっとね、食べてみようかなと思いまして。あ、いいじゃん、一生懸命っぽいじゃん。長っ、長っ、初見です。めちゃくちゃ長い、うん、小学生ぐらいだったらね、倒せる長さの棒なんですけど、ちょっと止めるわ、一回ちょっと止める。なんでなんでよ、もう何今のコメント。例えるたんびに止めるじゃん。何今の、小学生ぐらいなら倒せる、うん、どういう意味？どういう意味も何もないじゃん。どっちそのままじゃん。じゃ運動会の棒倒しとかもあるじゃん。だ小学生が倒せる方なんだ。ああ、うん、で小学生を倒せる方だとしたらマジ良くない。例えとして、これちなみにこの食べ物何です？これがチュロスなんですけど、うん、これ実際食べてるものが、うん、チョコレートチュロスで、うん、クリスマス限定の味になってるんですよ。なるほどね、はい、っていうのも、はい、見ながら楽しんでいただけたら。初見のように食べるということですね。ね、倒せる長さの棒なんですけど、いただきます。うん、ちょっと待って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 、何何何何、食べ方、食べ方キモ。ちょ、見てよ。ブーバーとかしてたけど、今ダメだよこれ。お前モザイク処理して流せよ。いや、しないって。普通にチュロス食ってる。やばいって食べ方。ブーバーってしてたよ。初めてチュロス見たからこうなっちゃっただけだから。いや、だったら手でこうしたりしない？硬さ確認したりしない？それよくさ、初見のものをさ、口入れてさ、ブラブラブラってできるの。初見感が薄いんだよ。いただきます。気持ち悪いこれ。サクサク段階。裏切ってはねえよこっち。ペロペロして攻めていく感じで食べるやつかと思って、最初レロレロしてみた。サクサク段階これ。レロレロどっちだ。うんま。うまいんだ。味の感じはどんな味ですか。甘苦い。甘苦いこれ。甘苦い。なんかガーナとか、うん、ロッテとかで売ってる茶色いアレの味がします。なんでチョコの方も初見なんだよお前。うんま、これ全部知らないで。ちょ、チョコは知ってていいって。なんでレロレロすんだよこいつ。サクサクなんかよ。そんで
んで2回やったの。舐めてこう徐々に徐々に溶かしていくこのチュッパチャップスの棒スタイルが。でもチュッパチャップス知ってんだ。チョコ知らねえのにチュッパチャップス知ってんだこいつ。この小学生ぐらいだったら倒せる。やめろその例え。小学生ぐらいだったら倒せる。食べてみてください。というわけで取ってきました初見のように食レポいかがだったでしょうか。だいぶね初見だったでしょう。めちゃくちゃ初見だったと思いますね。めちゃくちゃ怖い。お前の見た目に小学生があることも思いますんで、あのチュロスはめちゃくちゃ初めて見たと思います、はい、何こう、舐め崩していくお菓子だと思ってたっていうあたりはね、だいぶ初見だったと思いますので、はい、どうだったでしょうか、バイダーご好評の方、後ほどお願いします。というわけで、本日のミッションも成功でございます。ラジャーベース、ありがとうございます。勝手に成功とか言ってるけど、いや失敗ですよ、こんな。え？失敗失敗。嘘。ひどいよ。最初マスクここにしてこうしてこうする感じとかも最悪だし、そのチュロス、チュロスだよね。チュロスの例えをその小学生だったら倒せるみたいな例え言ったし、いや難しかったな。その最初レロレロ行く感じ、レロレロ行ってパックって食べてサクサクなんかいとか言ってたじゃん。うん、2回でなんか自分でさ、いや初見っぽいことできましたよね。そのこれ見て舐め崩す感じだと思う感じとか初見ですよねとか言ってたけど、うん、その舐め崩すお菓子ってあんまないからだ。そもそもとして食べ物として舐め崩す食べ物がないから。で棒状のチュッパチャップスみたいな感じだと思って。チュッパチャップス知ってんだもんこいつ。チョコ知らなかったのに、あのガーナとかであの出てるあの茶色いとか言ってチョコ知らないのにチュッパチャップス知ってんの。やば。チュロスチョコ知らねえやつチュッパチャップスも知らねえよ。ということでフェイフェイの初見のように食レポ失敗でございます。タコ殴り失敗お前失敗。お前よだれてろ。お前よだれデロデロ出てるよ。いい感じするよ。じゃあ失敗すぎて何がお墨付きの大義語がタコ殴りなわけないじゃん。いや失敗したんだから頼むわ。いや俺がタコ殴りにされないといけないから。そんなさあということで、まだこれまたミッションね、どっかでまた再チャレンジしてもらいたいなと思いますから、はい、まあ、今回のとりあえず、初見のように食レポは失敗でございます。失敗ですか、わかりました、まあ、またお楽しみに、楽しみにしてますんで、はい、はい、お疲れ様でした。再チャレンジということで、はい、はい、次回の挑戦楽しみにお待ちください。リベンジしてみます。はっ